はい、どうも皆さん、こんばんは。モーシンです。今日もですね、仮想通貨のビットコインとイーサリアムと XRP と NEM、そして IOST とエンジンコインとクアンタムですね、7通貨を見ていきたいと思います。え今日が2021年の3月の16日火曜日ですね、今が20時を回ったところです。えっ、ー、と、今日のですね、仮想通貨市場なんですけれども、 ご覧の通りですね。まあ、ビットコインほぼ動きなしといったところですね。まあ、上げ下げはありましたが、前日で言うとほぼですね、動きなし。イーサレムもそうですね。で、まあ、ほとんどの相場がですね、それほど大きな動きはなかったという状況ですね。まあ、その中でも強くですね、動いたのが XRP だったりとか、NEM ですね。この NEM と XRP に関してはですね、まあ、今今日ね、上げてきている状況なんですけども、やっぱりこのチャート形状的にもですね、上がりやすい局面になっているということで、この辺りですね、今から買っていくべきかどうか、この辺りもですね、見ていきたいのと、あとはクワンタムですね。 直近ですねちょっと注目している通貨ですけれども、えー、クアンタムに関しても今ですね、えー、非常に熱い、まあ、上げていきそうなですね局面になっているということで、まあ、個人的にはです、ね、思っておりますので、まあ、僕のですね見解を述べながらですね、えー、今後の戦略を語っていきたいなというふうに思います、えー。このチャンネルではですね、世界経済、それから仮想通貨関連のニュースをですねピックアップした後に、相場でですね、えー、相場分析と戦略構築までやっていきます。あと、インスタグラムの方でですね、毎朝相場分析をやっておりますので、この2つですね、YouTube と Instagram 両方フォローいただくことで、毎日のです、ね、流れが、えー、網羅できるようになりますので、えー と、ね、とももででですすすねね両方フォローいいいたただけたらという,ふうに思いますさあそれではです、ね、今日もまずはニューヨークダウンの方からですね見ていきたいと思いますニューヨークダウンまた上げてきました続進7日続進ですねすごいですね174ドル高ということで連日でですね最高値を更新してきているというふうな状況ですね15日の仮想アメリカのダウンですね <laughs> すいません7日続進しました前週末日でいうと0.5%高の 32, 3 2953ドルで終えたということでここまでですね4日連続で最高値をですね 更新してきてきいいるとううふうなです、ね、状況ですちなみにこの7日続進っていうのは昨年8月上旬以来の、えー、連続上昇記録だそうですね。はい、すごいですね。前週にですね、追加経済対策がですね、成立しまして、まあ、現金給付もですね、すでに始まっているという報道もあってですね、まあえー、市場のですね、リスクオンムードっていうのはかなりですね、高まってきているというふうな状況ですね。で、この流れを受けて始まった日経平均ですけれども、日経平均もですね、上がってきております。えー、6日続進、こちらもですね、負けじと上がってきておりまして、 終わりね、154円高ということで、一時3週間ぶりのですね、3万円台をですね、試したというふうなですね、ことも報じられております。今日の日経平均株価はですね、6日続伸154円高ということで、0.5%上げてきております。2万9921円、えー、もうほぼですね、3万円まで回復してきたということですね。えー、アメリカの長期金利の上昇一服で、このところ調整色を、えー、強めていた半導体関連株など、まあ、ネガサのですね、成長株が買われたということですね。いわゆるグロース株が買われたということですね。 日経平均は取引期間中としては取引時間中としてはですね、2月25日以来の3週間ぶりに。 3万円台に乗せる場面もあったということですね。まあ、ただ3万円というですね、まあ、あの、心理的にもですね、節目になるような局面ですので、利益確定売りも出て、まあ、上値はですね、これ以上は重かったということがですね、言われております。で、今週ですね、昨日もご紹介しましたが、えー、FOMC がですね、16日から17日未明にですね、開かれるということですね。まあ、その,あの状況もあってですね、様子見ムードもあるということですね。で、市場ではですね、パウエル、えー、FRB 議長がですね、アメリカの長期金利の上昇を牽制する発言をするのではないかとのですね、見方が強く なっていると指摘しているということで、えー、この日の日本株については政策金利の見直し次第で FOMC 後にですね株式相場が急進する可能性もあるとみた一部のですね売り方は買い戻しに動いたという,ふうなですね動向もあったということですね。ね で、今週の注目ポイントはこの FOMC とですね、あともう一つあってですね、日銀ですね、えー、大きな関心を呼ぶ日銀の政策点検というものがですね、今週行われます。小さな挑戦にとどまる見通しじゃないかということがですね、報じられております。えー、金利の上昇に対して世界の中央銀行が警戒感を強めている今状況ですね。えー、日本銀行は金融政策の点検結果をえ今週発表するということですね。 で、先ほどの FOMC ではですね、新型コロナウイルスのパンデミック世界的流行後の景気回復力に対して、えー、まだね、警戒姿勢をまあ維持するという,ふうなですね、見通しをまあ発表するんじゃないかという,ふうに言われていますまあ、これはですね、日銀にとっては18日から19日のですね、金融政策決定会合がありますけれども、えー、緩和姿勢を緩める印象を与えかねない政策の修正はですね、避ける必要があるということですね。 えー、このミスや市場関係者の大半はですね点検は政策の枠組みの微調整にとどまるんじゃないかと予想していると、えー、ただ、国債や株式市場における日銀のプレゼンスの大きさ、まあ、影響力のです、ね、大きさをめぐる批判はです、ね、高まっており日銀は点検で緩和策の副作用への配慮をです、ね、示す必要があるということで、まあ、どういうふうなです、ね、発表をするのか、えー、本当に発言にはです、ね、注視して 発表内容を見ていかないといけないかなというふうに思っております。これはもう本当にね、大注目ですね。えー、ここからですね、仮想通貨関連のニュースですけれども、えー、と、ネムですね、新チェーンシンボルのですね、ローンチ日が急遽延期になりましたというふうなですね、ニュースが入ってきております。今日の、えっ、ー、と、12時30分のニュースですね、ネムの新通貨シンボルローンチがずれ込むということで、3月15日に誕生予定だった新、えー、仮想通貨ネムのですね、新チェーンシンボルについて、急遽ローンチが延期されることが分かりましたということですね。で、更新情報に関しては、日本時間三月 3月17日の1時ですね、えー、に再び進捗状況をアップデートするということですね、明かしているということで、これちょっとですね、注目なんですけれども、まあこういうですね、今、えー、これまで、えー、とシンボルのです、ね、ローンチどんどんね、延期されてきた過去がありますけれども、それに伴ってですね、ネムの価格って大きく下げてきたんですね。えー、今日はそれほど下がっていません。そのあたりもちょっとね、直近のネムのですね、注目ポイントかなというふうに思っております。それからまあ最後のニュースですね、コインデスクジャパンさんのニュースで、えー、アメリカの追加経済対策のですね、現金給付の10%、 がですねビットコインと株式投資に入るんじゃないかということで水子 水保証券の調査にによりです、ねまあ、明らかえっ、ー、と、まあ、44兆円規模の現金給付がありますけれども、10%近くの資金がビットコインと株式の購入に当てられた可能性があるということで、えっ、ー、と水保、アメリカの水保証券がですね、行った調査で分かりましたということですね、えー。近日中に現金給付を受け取るアメリカ人のおよそ5人に2人は、その一部を投資に充てるということをですね、想定しているそうですね。え、アメリカ水保証券のダンさんはですね、投資額の60%はビットコイン ビットコインに向けられると予想し暗号資産市場はで、すすすねね3%程度上昇るるる可能性があとといいいうふうにです、ね、試算試算しているということですねでこのダンさんはですね、ビザやマスターカード、ペイパルスクエアなどの暗号資産に関係のある株式銘柄にもですね、えっ、ー、と、お金が入るんじゃないかということが言われておりまして、えー、まあちょっと注目されているということですね。まあ、直近でですね、大きく調整されたビットコインですけれども、まあ、今のところですね、サポートラインとしてですね、5万2000ドル付近の機能をして上に上がってきております。ここからですね、上昇の勢いが続いていくのかどうなのか、えー、この辺りをですね、 テクニカル分析で追っていいいきたいと思いますはいそれではですねまずはビットコインの今日は冷やしから見ていきたいと思います今の時刻20時11分ですね今のビットコインの価格が5、えー、と5639ドルということで日本円で言うとですね609 8000円ぐらいのところを推移しております えっと、ビットコインに関してはですね、今日一気にね、下げてきた局面があってですね、5万3000ドル付近までね、落ちてきました。まあ、これ昨日のですね、トレーディングビューで僕がですね、相場分析した、えー、内容になるんですけれども、まあ一旦落としてから上昇に向かっていくんじゃないかと昨日はですね、予想しておりました。まあ今のところですね、下がっと、まあ、戻してきているわけなんですけれども、えー、ただですね、この MACD、えー、若干ですね、デッドクロス起こりそうな雰囲気で、あれさえもうですね、下がってきている状況です。で、あれさえ的にはですね、ここダイバージェンスですね、まあ高値は切り上げているにも関わらず、荒れさえのですね、 点は切り下げているという状況からしてもですねまあ、勢いがねあの中期的に見てもだんだん弱まってきたような、えー、相場展開じゃないかなとは思っておりますまあ、そういった中で今日下げたんですけれども一気にですね買い戻されているという状況がありまして、えー、短期的にですねまあ上げていくのかどうなのかその辺りを4時間足でちょっと見ていきたいんですけれどもはいこちらですね5万6000ドルのこの意識されていた水平線を一気に抜けてからさらにですね1段と、えー、押してきたような展開ですねまあ、そこからですね5万3千ドルぐらいのところで、えー、一気にです、ね買い戻 されて今上に上がっていっている状況なんですけれどもまあちょっとねここまで下げてしまうとなかなかですね上に上がっていくのが厳しくなってくるとであのまあ確かにですね中期的に見ているとまだまだですね上昇局面ではあるんですけれどもまあ短期的にこれ下げたところでしっかりですねこの5万6千ドル次回復して5万8千も回復してっていう風な相場展開になると一気にですね中期的なまあ上昇の勢いがですねまた戻ってくるという風に思いますただねまあここまではですねまだ安心できないかなというのがですねまあ正直なところですねというのもまあここまで下がった相場上がっている と,いうところに関しては次に、ね、水平線がレジスタンスとして機能してきます、それから短期の移動平均線や中期の移動平均線もレジスタンス側としてですね機能してくる可能性があるような、まあ、位置関係にあるわけですね。したがってやっぱりです、ね、上に行くにはかなりのですねこう抵抗力が、えー、ついてくるということで、まあ、厳しい展開になるんじゃないかなとは思っています。 なので、この局面をですね打破していくためには、やはり5万6000ドルは,、まあ、あのこれは回復しそうな気配ですね。はい今から上がってきそうな気配はありますけれども、え5万8000ドルですね、やはりここのラインが肝になってくると思います。この5万8000ドルをもう一度ですね抜けることができれば、えー、またですねさらに一段上昇で最高値更新はですね全然考えられるような相場になってくるかなと思いますので、えー、直近の目標ポイントですね、5万8000ドル、えー、そこまではですね上昇しても全然おかしくないんじゃないかなというふうに、ね、個人的には思っております。あれさえももですねもうそこ こう打っています四時間足レベルで直近ですねまあ30ぐらいまで下がったら反発っていう風なですね流れが、えー、できていたわけですよねはいその付近までもうそこまでですねあれさえが落ちてきたという状況からしてもですね今から買、えー、われていくような展開になる可能性は十分考えられるかなという風に思っておりますこれは短期的な話ですねただ中期的に、えー、このまあ、下げのですね目線を上に持ち上げることができる価格帯っていうのがやはり5万8千ドルかなと思っていますのでまあ、デイトレされる方でロングに入っていくのであれば5万8千ドル 受けてからのロングになるでしょうね現,金現物をですね買っていく方に関してはここでですねしっかり買い増していくと安い価格帯まで来た時に反発されやすいポイントまで落ちてきた時に、えー、ロットをですね入れていくという風な戦略で、えー、いくつかですねポイントを絞っていけばいいかなという風に思っております。 で DXI がですね今日、まあ今、上げ止まっている状況もあってですねまあビットコインが変、えー、われやすい、まあ、反発されやすいですね展開としてまあ上げてきているという風な状況もありますよね、えー。株式市場も上げているということで、まあ、ビットコインの市場に関してはですねやはり上げやすい局面であることは今のところ間違いないと、えー、今日に関してはですね。でまあ DXI、ね、ドルが今後どういう風に変われていくかどうか FOMC も控えていますのでそんな大きなですね動きはないと思うんですがまあその中でですねビットコインが今のうちにですね上げていけるかどうか。 その中で5万8000ドル回復したら一気にですね強き層はまた戻ってくると思いますのでえその辺りをですね今週の注目ポイントとして、えー、置いていただければいいんじゃないかなと思っております続きましてイーサリアム見ていきたいと思いますはいこちらイーサリアムですね今の価格1796ドルですね日本円で言うと え19万6千円ぐらいのところを推しております。イーサリアムに関しては、やはりですね、この1700ドルは守りましたね。で、1700まで、えー、落ちたところでですね、買いが入って、今ですね、上に抜けてきている、えー、上にね上がってきているような状況です。で、まあイーサリアムに関しては、この1700の水平線と単、えー、中長の移動平均線、すべて上向きだったということで、まあ、やっぱり買い出さえはですね、されやすい、えーまあ、価格帯だったということですよね、えー。上昇のトレンドラインもありますので、まあこの辺りがですね、最初のラインとして効いて、今ですね、上に反発してきているような状況です。まあ,あの注目ポイント そしてはですね、やはり1870ドル付近のこの水平線ですね。ここを次抜けられないってなってくると、短期的にですね、三存天井になってくるまた、まあ、可能性がですね、また出てくるということで、えー、一方でね、この1870、まあ、これはね、かなり重いと思うんですよね。次これを抜けるときはかなり重いと思うんですが、これを抜けてくると三存天井も否定するというふうな状況になってですね、えー、中期的な上昇トレンドがまた再開されるというふうな展開になると思いますので、え近のところは、まあ、1700を割られるかどうか、まあ、これはですね、僕は割られないんじゃないかなと。 と思っているんですが、えー、上に関しては1800を抜けたところ1870ですね、ここを抜けたところから一気にですね上がってくる行く可能性はあるっていうところをですねしっかり注目ポイントとして置いておくべきかなと思っております。まだまだ中期的にはですねあの上昇トレンドは変わっていないですね。えー、続きまして大注目 XRP 見ていきたいと思います。 はい、XRP ですね。えー、今の価格47セントということで、日本円で言うと51円、今日ですね、9%ぐらい上がってきている状況ですね。一時ですね、大きく上げて51セントまでね、上がったんですが、そこから一気にね、反発されたような、反落されたようなですね、状況なんですが、今日のこの上昇によって、この三角持ち合いをですね、上に抜けたというふうな構図がですね、見えてきましたよね。で、かつですね、まあ、三角持ち合いよりも注目されているのが、やはりここの、各種移動平均線ですね、えー、完全に収束ポイントの中で、ロ、えーソク足シがですね、上に行き ましたで下はですね44セントのこの強烈な水平線もありますということで今、ですね上に、えー、試して下に戻ってきている、えー、ところですけれどもその辺りからですねやはり分割で、えー、ロングをですを、ね、仕込んでいくべき時が来たんじゃないかなと、えー、個人的な見解としてはですねそういうふうに思っておりますまああの44セント抜けてもですね37セントぐらいのところで最終ですね機能して、えー、これを抜けることはまああの直近のところでないんじゃないかなと思いますむしろねこの44セントを抜けることも、えー、ちょっと直近のところではない,です、ね、ないんじゃないかなと思っていますので、まあ しっかりこの辺りからですね、えっと、44セントぐらいを損切りポイントとして設定しながらですね、えー、上に狙っていくような相場じゃないかなと思っています。まあ現,物に方まあ、現物の方に関してはですね、今からもう買い仕込んでいって、えー、37セントまで押したとしたら、えー、そこで足せるようなロットをですね、ちゃんと用意しておいて、しっかりリスクをですね下げていきながら、平均取得単価を下げながらですね、えー、攻めていくようなロット管理をですね、していくことが、今、非常にですね重要なポイントじゃないかなというふうに思っております。で、もう一つ注目ですね、ネ、え、ム、っと、見ていきたいと思います。 はい、こちら、ネムですね。今の価格39セント、日本円で言うと43円、今日もですね、9%ぐらい、えー、上昇してきているような状況です。まあ、ネムに関しては、直近ですね、30セント以下までですね、一時落ちて、22セントぐらいまでね、あの、一瞬落ちた展開もあるぐらい大きなですね、急落になったわけですけれども、そこからですね、そこを打って今上がってきているような状況になっております。m、え、a、ー、マ d クデも上向きで、RSI もですね、そこを打ってからの、まあ、上昇に向かっているという状況でして、短期的にはまあ、強さがですね、示唆されているというふうな状況ですね。で 今日、ネムに関してはシンボルがですね、延期するという風な報道もあったんですが、えー、そんな中で,ですね、上昇に向かっています。ということは、やはりですね、こういった材料はもうすでにね出尽くした感があって、えー、今からですね、やっぱり割安感からの買い、えー、そういったところがですね、意識されるような相場展開じゃないかなと、個人的には思っております。ただまあ、あのショートもですね、ショート、それから利確ポイントもですね、やっぱり意識されやすいのは、こういった大きな下落トレンドの中で一旦戻したところっていうのは、やっぱりショートも狙いやすいし、えー 一旦のですね、利益確定ポイントに、えー、設定されやすいポイントなわけですね。で、その直近、あの、一番注目されるポイントが、やっぱり、この57セントから60セント付近ですね。この辺りでも揉み合ったポイント。まあ、60セントに関しては、直近水平線がね、綺麗に引けますけれども、この辺り、えー、長期の移動平均線も控えていて、ここでまあ反発されたらいけないから、えー、一旦この辺りで利確しておこうって目標ポイントをですね、設定されやすいポイントということなので、えー、ここからですね、上がってきそうな気配はありますが、ここを抜けていくかどうかっていうのは、今のところから、 言ううととととなななかなかかここれは難しいと分からないといらですね逆に言うと、この60セント抜けたら本物のですね強さがまた戻ってくると思いますが、えー、直近のところ中期的あちゃ、短期的に見ると上げやすいですが、中期的に見るとまだまだ全然これはどっちに行くか分からないという風な戦略というか相場部展開に、ね、なっていますので、まあ、そういった時間軸も考えながら、えー、戦略をですね構築していくということがですね今大事かなと思っております。次、IOST 見ていきたいと思います。はい、こちら IOST ですね、今の価格が、えー、4.1セント、日本円で言うと、 えっと、4.5円ですね。今日ほとんど動きがない中で。 じりじり価格を下げているような、まあ、展開になっているのが、この iOST ですね。はい。あの、昨日の展開でもですね、各種移動平均線を上に背負ってしまったっていう状況がありましたよね。えー、そこから、ま、上にですね、何度かこう、チャレンジするんですけれども、えー、なかなか上には行かしてくれない相場になっているということで、これは非常にですね、厳しい展開になっているのは、おそらく間違いないかなというふうに、個人的には思っております。まあ、この後ですね、この三角持ち合いの収束ポイント、まあ、ここですね、3月の19日となっておりますが、えー、かなりですね、もうこれ、下値を切り下げているライン、この ギリギリのところまでね落ちてきておりますのでまあ本当にこれいつ抜けて3.3セントまで落ちてもおかしくないかなと思いますただまあ3.3セントまで落ちた相場っていうのはおそらく買われるんじゃないかなと思っていますまあ3セントから3.3セントぐらいのこの辺りの、えー、格帯ですねここはさすがにね買われるんじゃないかなと思っていますでここで買われて、えー、またですね上がっていった時にですね あの気づいたら大きなですねディセンディングトライアングルのような形になっているということでえこう反発されてもですね各種移動平均線にまた抑え込まれて、えー、下落局面に大きく変わっていくという風なシナリオもですねまあ,あのバッドシナリオとしては考えておかないといけないかなという風に思っておりますまあ、そういった中でこの移動平均線ですね直近のところでもいいのでこれをまた抜けてくるような展開があればあの先ほどのですね XRP と同じですよね一気に目線が変わってロングがです、ね、入りやすい展開になってきますので、えー、ここのまあ、ぐちゃぐちゃしたです、ね、移動平均 金銭を抜ければロングなんですが今のところ下抜けてしまっていますのでやっぱり一旦下に行ってからの、えー、反発されるかどうかという風なですねシナリオを今は立てておくということがですね大事かなと思っています短期的にはちょっと下げそうな感じで、えー、しっかり警戒したいところですね、えー、続きましてエンジンコイン見ていきたいと思いますはいこちらエンジンコインですね今の価格が2.6ドルですね日本円で言うと えー、292円ということで、今日はですね、ほぼね、動きがないと。まあ、動きはあったんですが、えー、前日比で言うと、そんなにですね、今の価格帯で、えー、まあ、前日も終えているという風な状況ですね。えー、エンジンコインはね、ちょっと勢いが、僕は弱まってきたんじゃないかなと思います。まあ、昨日の動画で言っていたですね、ここの短期の移動平均線と、あと、この水平線ですね、ここで、えー、まあ、あの、反発されやすいポイントだということはですね、言いましたが、一応、ま、その通りですね、反発はされてきたんですけれども、ちょっと、まあ、あの、マック D 的にもですね、デッドクロスが起こりそうな、えー、 がありますし RSI がです、ね、もう完全にこれ頭打ちになっていてこれ以上上げられないという,うな状況で下げてきている状況ですね。ね なので、まあ短期的にですね3ドルぐらいのところまでまた上げたとしても、ですねやはりここはちょっと超えられそうになく、ダブルトップのような形で、ですね一旦この短期の移動平均線を下に抜けてくるような展開、まあ一旦のいわゆる調整局面ですね、これが起こる可能性が僕はですね見えてきたんじゃないかなと、エンジンコインに関しては思っております。まあただ、そういった中でもねえファンダメンタルズはもう本当にですねいろんなファンダが出ています、ニュースが出ていますので、そういった一つのニュースで一気に爆上げという可能性はですね当然ある,あるし、これはですね、全く 読めないところですねどんなニュースが出るかっていうのは全く読めませんのでそういった挙げっていうのはある,んであるかもしれませんがテクニカル的に見ると若干ですね疲れてきたような、えー、まあ感じにですね見えなくはないですね。 まあ、ただ、こういうですね、変われる、変わりやすいポイント、意識がされやすいポイント、水平線がですね、いろんなところにありますし、移動平均線もですね、パーフェクトオーダーの形を作って、すべて上向きということで、やはりこういったラインはですね、サポートラインとして機能してきやすいですので、まあ、落ちてきたとしてもですね、落ち止まるというか、下げ止まるポイントに関しては、テクニカルが効いてくるということで、こういった水平線や移動平均線を、まあ、損切りポイントとしてですね、設定しながら、まあ、買いポイントでもいいですね、買い持ちポイントとして、ここまで落ちてきたら何ロット入ろうみたいな感じで、 に戦略を組んでいくことがですね非常に大事かなと思っております下がったら買う下がったら買うですねはい現物はこれしかないかなという風に思っております、えー、最後にですねクアンタムを見ていきたいと思います はいこちらクアンタムですね、えー、最後見ていきたいと思います今の価格が5.9ドルですね日本円で言うと651円ということで今日はですね5%ぐらい上昇してきている状況です、えー、クアンタム何がですね注目なのかというところなんですが、えー、まあグローベイズメンバーの方にはですね一足先にね先週の日曜日に動画を撮ったわけですけれどもここのですねえっ、ー、と5.6ドルのこの水平線がですねやはりかなり強く意識されているとで、えー、今はですねまあ、一時下げそうな展開で危なかったんですけれどもなんとかですね下げ止まって there. で、上に向かっていきそうな局面ですね。で、これ、上に向かっていくことができれば、えー、短中長の移動平均線、すべて上抜けと、この大きな大きな三角持ち合いの上値、ね、ブレイクアウトですね、はい、ここがかぶさってくるということなので、えー、まあ6ドルぐらいまでですね、今のが5.9ドルですけれども、まあ6.1ドルとか6.2ドルぐらいまでですね、ここまで上昇すれば一気にですね跳ねていくような相場で、そうこうしているうちに、ですね、えー、またあの移動平均線がパーフェクトドルの形を作って、ですね上昇に向かってくると。まずは短期の移動平均線が 打ち抜けしてくるみたいな形になってですね増場を押し上げていくという風な展開になってくる可能性は十分考えられるかなという風にね思っているところですでも何回も言ってる通り直近の目標ポイントは7.5ドルですねここを超えると一気にですね12ドルから16ドルぐらいまでですね跳ねてくる可能性が僕は個人的にはねあるんじゃないかなと思っているんですねなのでまあ戦略的に関してはですねこの5.6ドルをやっぱりねそこのラインとして設定しつつロングに入っていくような相場戦略でもいいですしまあこの三角持ち合すね安値を切り上げて いわゆるトレンドラインですね直近のトレンンドラインを割られるまではしっかり、ね、分割で耐えていくという,ふうなですねあの戦略、えー、仕方でもです、ね、いいかなと思いますただね、ねここ5.6のこの水平線がかなり意識されているというところがあってですねまああのこうサポートレジスタンスサポートということでかなり機能していますよね、これを下抜けてしまうとイコールそれが三角持ち合いの、まあ、もう終わりですね、えー、下で、ね、ブレイクアウトに、えー、イコールなってしまう可能性もあるぐらい直近はですねサポートラインとして機能している、えー、注目されているという点。 展開がありますので、えー、ここのラインはですね本当に最終局面としてしっかり注目しておかないといけないかなということですね。だ、えー、まあ、騙しのような形でここはねヒゲが下げた場面もありましたけれども、まあ、こういう下げにもですねビビらずに、えー、やっぱり損切りラインとしては、ここの、えー、とトレンドラインですね、ここを、まあ、もう価格帯としてですね割られた時点でかなりねやばくなってくると思いますので、まあ、そうなると、えー、一旦損切りがあの必要かなと思いますが、今のところはですね、えー、長期の移動平均線も上に,上にね向いてきつつあるような展開ですので、えー、こ,こからの上昇は、まああ 期待できるんじゃないかなと個人的にはですね、えー、思っております投資は自己責任でやっていただければという風に思いますということで今日の動画はここまでにしたいと思います最後までご視聴いただきありがとうございました